おい,すいこんにちは、メイリーです。えー、っとですね、ちょっと音声がね、ヘッドセットで撮ったらキーボードの音は確かになくなったんだけど、なんか、あの小さい声を拾ってくれなくて、変な感じになったんで、ちょっと音声だけ後付けでやります。BUBG 砂漠ですね。砂漠マッチングしたんでやっていくんですけども、まあ、砂漠、まだ慣れてなくて、あと、まとまって降りるんですよね、人って大体、砂漠は。街が一個一個広くて。だから大体ね、 でかい町はもうすごい10人ぐらいは一気に降りるかなっていった感じがありますね自分はちょっとでかいところからは一歩ね離れて降りたいと思って今回は降りますと砂漠ね草とか少ないし崖が多くて危ないっていうね隠れるところが岩陰だけっていう さあで、パラシュートがそろそろ開いて、で、自分があの丸いところに行こうとしたんですよ、あの丸い屋根の。ただちょっと、届かないんで手前にしようとすると、一人確かね、降りてるんですよね、ここ近くに。一人、多分あれは丸い屋根のところに行きますね。で、ここで自分は物資を揃えていきたい。あ、服が、服を着てないのは気にしないでください。エナジードリンク。 でヘルメットレベル2を拾って、まあ、とにかく銃がないとフライパンでもうフライパンに戦うことを一瞬決意するんですけどねここでショットガン 45ACP のショットガンを拾いましてこれ8発入るんだよね結構ただ一発一発の威力が弱いと思うんだけど8発入るショットガンですね 一旦まあ最低限戦えるかなって言ったレベル。で、12ゲージの方のショットガン見つけたんで、こっちの方でね、これ5発入るやつですね。こいつで戦うことを決意します。はい。で、ベストも切っちゃって、来てないですね。これベストね。今完全に着忘れてますけどね。さあ、でも多分物資がないので、まあ、ベストレベルに拾って、 もうこれで、もうやっちゃおうと。このままね、遠くに逃げても仕方ないんで、まずはあいつをやってしまおうということで、縁が若干遠いなって感じですね。銃声だいぶ聞こえてますね、正面から。でも正面に降りたのは多分1人。複数はもっと奥の方に多分いると思うんで、でかい街の方にね。上の2階のね、若干見えるんですけど、あの1階と2階の間、1個撃たれてますね。1階の上から撃たれてるんで。 結構当ててくる。だいぶ <laughs>、で、リロードされて、もうフライパンでちょっと時間、多分今フライパンなかったら死んでたんじゃないか疑惑。で、上にいますね。2階の屋上。こいつ降りてくるんだよね。降りてまで撃ってくるっていうね。で、危ね危ね危ねえ危ねって言って隠れて、ドーン。危ないね。いやー危ない。結構ギリギリだった、今のは。 本当にショットガンの距離感だったからね前に入ってくれてなんとか一撃で仕留めましたけど。ということでまあブッシュを適当に奪って M16A4 がね最近のお気に入りで遠距離戦は基本的にこの武器かなまあ KAR とかも使えるんですけど最近はこの武器で立ち回ってます。 で今回は包帯でね今は回復して食らった分をでまあこっから先は移動ばかりになるので早送りになるかなと思います回復がないんだよね応急キット持ってないからこいつねエナジードリンク1本包帯でそろそろ回復できるかな OK 回復したらさ移動ですね で、えっとですね、円がね、ちょっと出発遅れてしまって、円が、円の外になっちゃうんですよね。まあ若干なんですけどね、すぐそこまでは来てるんですけど、まあちょっと食らって、円の中に入ります、今回は。 はい。ということで、次の円もね、なかなか遠いと。一旦包帯で回復しまして、特にここに来る間に敵に遭遇はしてないですね。キル数も変わってないですし。で、ナシードリンクも飲んで、まあしっかり回復していくと。武器は M16A4 と AKM。で、ここですね。敵がいるであろうというところ、残り31人。でも、じゃ、敵はね、 いなかったんだよね最初は最初はいなかったんですよ <laughs> で m 一応 A4 が落ちてて5.56の弾がなかったんでここでねある程度確保していくさあ敵がいないか警戒しつつでバイクの音かなバギーかバイクかで足音が聞こえるだいぶ近いこれはだいぶ近いぞだいぶ近いぞでもどこだでもどこだっていう感じなんですけど どこだ撃たれて危ねーっていう <laughs>。撃たれて危ないよね、ほんとに。これ殺せたのだいぶ奇跡だよ。とっさとっさ、ほんとに。相手の多分体力がなかったんだろうね。AKM で数発で死んだから。いやー、危ないところでしたね。で、ここで、ちょっと応急キットを使うのがもったいないんで、鎮痛剤を飲んで包帯でね <laughs>、ちび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 回復していきます。 で、残りが27人。近くに敵は多分いないですね。バギーかなんかに乗ってたさっきの敵はおそらく音が遠くに行ったんで、近くにはいないでしょう、誰も。で、円が迫ってることに気づいてなくて、また円に追われるというね。やべえ、円かってなって <laughs>。まだ気づいてないかな、この状況。あ、そういえば7.6人の弾こいつ持ってたわって思って回収して、 いらないターンも捨てて AKM の7.62でここで円に気づくんだよねやべって思って <laughs> 円が来てるじゃんって思ってでもさっさとほんとに、まあ、そんなに遠くはないんですけど今回も小さくなってるんで円がちょっとこれはね完全にミスですね気づかなくて迫まってることに全く気づかなかった敵のね物資を取るのに一生懸命になってたね さあそして正面から銃声が聞こえてくるあの白い家の方から撃ってるのではないかという疑惑、まあ、一旦絵の中に入ることに精一杯ですからね本当にでここはアン違いなんでまあ敵はいないということで,で正面に車が何台かね2台ですね2台通ってますで右からも銃声が聞こえてくる 鎮痛剤飲んでるので、まあ、ある程度ダメージは抑えられてるんですけど、いっがね、もう少しかな、円が止まるのがすごい近いですね、銃声が <laughs> さあ、敵が降りましたと、車から。 車から降りて、じゃあやるかってなるんですけど、もうちょっと近づこうと。もうこの上から撃とうと思って。で、向こうは車に乗りました。バギー乗りましたね。で、一旦円の中に入って、で、そこのね、上から撃とうということで。で、バギーがあの坂で結構ね、つまずくんで、そこを狙って。 ここでやれたらいいかなぐらいで、タイヤを狙ってパンクするかなって打ってんですけど、なかなかしない。で、バキー上に行っちゃったと。で、上から敵が見てる。やれるかやれるかやれるかやれないヘッドショット一発もう驚きよね、もう。強って思って、いや、ど、どうなったって思ってデスカメラ見るんですけど。 うまかったね敵がバギーさん打たれます打たれますでまあ見ますよねここまでは分かってる、ね、ここで位置分かったけどこの KAR がめっちゃ強いんだこれで決められるうまいねということで 今回は20番トップ10に入れなかったのは残念ですけど、まあ、またねちょいちょいやっていきたいかなと BUG もではご視聴ありがとうございました